ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。ん、この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。ケンジ、食料と薬があるぞ。酒樽があるぞ。お主何か知っておるな？猛虎に酒売ってるのあっしだけだと思ってません？ああ。そんな、ひどい。食料も多いな。魚、野菜、米、泡、これらすべて島のものか。奴らの口にも合うんですね。ケンジ、殺してやる。お主は？ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？スゲガサ州から盗んだ。酒井様、猛虎の気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。
鍵が固い。ほら急げ。開いた。クマだ、クマだ、逃げろ。ネギオンパシンタ、王子は盗み方、殺せ。スゲガサチュー、隠れろ。俺たちから盗めると思うのか。夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願いいたして。ご賞ですから。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。あれ見ろ、失敗したじゃないか。怒るな。万事うまくいったのに。うまくいってない。もうこの杉笠衆も死んで。
Den negumben. Chi yagyum hasimun. Terni galli. Zateki. Gosho, gosho. もう安全だ。お役に立つと良いのですが。
孔明様は無…事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。すでに行った。猛虎に攻め入られておったが追い返したぞ。ならば住職はそこに。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様がも戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。里いお方だ。ある時兄と方針が口喧嘩をしたのです。すると孔明様は昼夜を問わず石に怒鳴ってみせました。二人は己を恥じて仲直りを。兄君と住職の仲は。父親のように慕っておりました。住職が猛虎に囚われておるなら好都合であるな。口車に乗せ追い払ってくれるだろう。孔明様のことが分かってきましたね。孔明様は櫛寺にとって唯一の頼みの綱。もし何かあれば皆が逃げ出してしまう。よし、集落に向かうぞ。煙。集落からです。たとえ対馬が猛虎に乗っ取られたとしても仏を拝んでもいいそうだ。
せっ。生きたまま役なんて。ノリオ、奴らのことをずっと探してんだが、全く足取りがつかめないんだ。どうしてお前はあいつらの占領に。まさか住職。どうして全て燃やしてしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。もしかしてこの着物を黒く染めてもらえば夜は誰にも見られなくなったりするのかね。うん、そういう使い道もあるな。水を蹴よし、それじゃあ体しに行こう。藁の寝床、うん、湿り気も。逃げおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい、裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。兵がいます。何をしてる。俺を出すな。
血がある。飛び降りたの。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自生の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。本尊も見つけねばな。どうしてご本尊を。ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い、浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。今のは何の話だ。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことで、どの僧も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を斬り寺を守れたのです。
酒井様、あれを。うわ、寒い。何があった？一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った？森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。Ochir, enter some Findwen. Hans, ready. Otara.重いものが引きずられたようだ。水辺の方へ。あそこ。大昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と櫛寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。